皆さんこんにちは、岡田克也です。元外務次官、そして駐米大使を務められた栗山貴一さんが突然お亡くなりになりました。大変、立派な外交官で、私はかねてから尊敬をしていた方ですので、非常に残念に思います。栗山さんは例えば日中国交正常化の際、あるいは日米の沖縄の返還交渉の際に、それぞれ第一線で活躍をされた方ですけれども、私も何度かお会いをして、特に外務大臣の時にお話をさせていただきました。非常に頭のクリアな方で、しかも対局を見る、そういう意味で、日本の戦後の外交を背負ってきた、間違いなく背負ってきた典型的な方だというふうに思います。外務大臣として日米の密約の解明ということに取り組んだわけですけれども、その過程で、日米の密約のうちの一つ、つまり岸総理の時代に日本の在日米軍基地から直接出撃行動を米軍が取る場合に、事前に日本政府に協議するという合意がなされたわけですけれども、朝鮮半島有事の際には事前協議なしで米軍は直接出撃できる、つまり例えば日本の米軍飛行場から直接爆撃機が飛んでいって爆撃して帰ってくることができると、こういう密約があったわけです。記録を調べていて分かったことは、栗山さんがこの密約について、これはやはり国民に対して説明できないということで、なんとか密約でない形に置き換えようとしたということが明らかになりました。そういうことも含めて、栗山さんから内々直接お話を聞いて、この密約に限らず、密約に関わるさまざまな問題について、特に条約局がなかった栗山さんにさまざまなお話を聞かせていただいたことを思い出します。非常にクリアに率直に物事を語っておられましたが、特に密約の調査が完了して、多くの資料がというか全ての資料が情報公開され、報告、密約についての報告書も出た後は、守秘義務がなくなったということで、栗山さんは非常に率直に、密約について、ご自身の関わり、あるいは意見を述べておられました。そういうものは岩見書店の発行するインタビュー記事の、書物になって、今世に出ていますけれども、密約をなんとか置き換えようと、なくそうとご努力されたことも含めて、非常に正直で率直で、そして国のことを、国民のことを考える、そういう立派な外交官だったというふうに改めて思っています。今日は以上です。